I miss you, baby. I'm going crazy. Can you just stay with me tonight? I need to call you so I can tell you I got a time to be close with you. このアマンの京都の計画は20年前からあったそうです。もともと宿泊施設と美術館をね併設したものを作りたかったそうです。食事のね、ところ以外はすべて、移動はね、バスローブでも大丈夫だそうで、今バスローブで移動してます。この先が、右手側がスパに続く道になっています。で、温泉もこのスパについてて、予約制になってるみたいですね。今日は当日の予約でちょっといっぱいだったんで、スパだけこれから受けようと思っています。着きました。あ、緑が綺麗。森の中で受けれます。ここがスパのお部屋になります。黒を基調として和のテイストでとってもシックな感じの部屋になってます。なっておりました。いい香り。もうすぐ日没です。雰囲気がとてもいいので散歩しているんですけども、広すぎてどこに何があるかよく分かってません。おはようございます。2日目の朝です。今日はこれから、レストランの方に行って朝食を食べに行きたいと思います。石畳なんでね、足元気をつけないと。今日はね、スニーカーで京都に来ているので、なんかすごい楽な感じですね。このホテルに来るのには、スニーカーがね、マストだと思います。
これから敷地を散策してみたいと思います。結構大きいんですよ。東京ドームのね、5.8 倍と昨日の方は言ってました。トレッキングルートになります。ここはね、スニーカーで来ないと絶対歩けないです。なんかもののけ姫思い出すなぁ。苔がね、無数に生い茂ってます。なんか京都っぽいとかも通り越して、なんだろう、もうもはやジブリっぽい感じがします。少し休憩できるようにベンチもありました。この先に、ゼンガーデンっていうのがあるそうです。あー、なるほど。インスタグラム見てると、ヨガをしてる女性のね、写真を発見しました。こう森の中でね、ここでゆっくり瞑想したり、ヨガとかできる感じになってます。この先が天ヶ峰ガーデンになっているそうです。さっきたまたまホテルの人に会いまして、こっからね、まだ10分ぐらい歩くそうなんですけど、どうやらパワースポットになっているそうです。すごいね。いい気をもらえるかなと思って、私もそちらに行ってみたいと思います。一番高いところの天ヶ峰ガーデンに到着しました。さっきたまたままたホテルの方とすれ違ったんですけども、ここには塔が立つ予定だったそうです。これ真ん中ですね。もともとここのホテルは、60年前からこのお庭を作っていたそうで、40年かけて、ここが完成したそうです。はーい、下見下ろすとこんな感じです。これから市内の方を散策しに行ってきます。ここのアマン京都から、市内はね、車で20分ぐらいかかるので、ちょっと離れてます。行ってきます。眠れる森の美女というところです、これからヘッドスパを受けたいと思います。着替えました。氷の味もメロンの味がする。黒豆のきな粉です。アフタヌーンティーを一通り食べ終わりました。だいたいね、1時間ぐらいかかったんですけど、本当に至れり尽くせりで、最初はビスソワーズから始まって、最後は締めは抹茶を立てていただきました。ライブ感のある演出が外国の方に人気があるそうです。
今回のアマン郷土旅行はこの辺りで、緑たっぷりでとっても癒された旅行でした。また全国のいろんなお宿を巡っていきたいと思います。それでは。